ないっていう人がいるんですよね。で実際にですねいいと思うのはやっぱり情報発信ですよね。で情報発信というのはご自身の例えばサラリーマンとか主婦の経験をですね、そのまま、文字もしくは音声で、動画でですね発信することで、収入になるんですけども、あの元手がかからないというのがやっぱりこれいいところなんですよね。あの転売とか物販はお勧めしてないのはやっぱり、僕はあの移住とかそういうのをあのやっぱり一緒に生活費を下げるためにお勧めしてるんですけども、それが、ね、しづらくなるんですよね。やっぱり物が物理的に、届けたり届いたりっていうことがあるとダメなので、やっぱりノウハウ情報っていうもの形のないものを発信するっていうのが一番いいと思います。やっぱり教育ビジネスっていう意味でですね一番いいんですよね、その情報発信というのは。なのでこれをやはりネットビジネスとしてお勧めしています。で、まあ、在宅企業なんですけども、やっぱり週末企業サラリーマンがやりたいと